こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。初心者向け。まずはここから。自分の資産、負債を完全把握しよう。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。突然ですが、皆さんに質問です。お金持ちになるための最初のステップは何ですかこう聞かれて何をすべきかすぐにわかりますかまた、お金持ちでい続けるための重要なステップは何ですか こう聞かれて何をすべきかすぐに答えられるでしょうか肩やお金の初心者に対する質問で、肩やお金持ちに対する質問ですが、意外なことにどちらの質問も答えは同じです。先ほどの質問の答えは、どちらも現状の資産と負債を正しく把握することです。上を目指すにも、お金持ちであり続けるにも、正しい現状認識こそが全ての土台ってわけです。そこで今日の動画では、お家の資産総点検と名言って、皆さんと一緒に皆さんの財産の洗い出しを行いたいと思います。 話題としては完全に初心者向けです。将来に向けて家計の状況をしっかり把握しなきゃな。こう思っている人は FP など家計のプロに有料アドバイスを受けなくても今日の動画内容を実践すれば最初の一歩を踏み出すことができます。目次としてはこんな感じです。お家の資産総点検。お家の負債総点検。今日の動画を実践するとこんな感じの表を作れるようになります。視聴者さんの90%以上は資産、負債のカウント漏れがあると思います。今日の動画を参考にぜひ実態を把握してください。 それでは本題に入ります。おうちの資産、総点検から行きましょう。まずは資産の洗い出しから始めます。このパートを見終わった後に、うちにはこれだけの資産があるっている状態になるのがゴールです。このパートの目次はこの通り、資産の分類、資産の洗い出し、順番に見ていきましょう。まず一つ目、資産の分類ですね。家計資産は大きく2種類に分かれます。金融資産と非金融資産です。全体像としてはこんな感じです。また動画を止めてね、ゆっくり見てください。 金融資産っていうのは、例えば、現金、預金、それから株や債券、投資信託などの有価証券、そして商品券や小切手などの金券、生命保険などのことです。その特徴は、市場性が高い。誰の目から見ても価格がはっきり分かり、いつでも取引できるってことですね。そして価値は減りにくいか、上昇する傾向にある。維持コストはほとんどかからないっていったところです。邪魔にならず、保有コストもかからず、いつでも自由に売ったり買ったりできる。しかも放っておいても価値が増えていく傾向にある。 利子や配当金がもらえたり、値上がり益がゲットできたりする。そんな可愛いやつらですね。ただ、貯蓄型保険に関しては、元本割れの期間がかなりの長期に及ぶものが多く、可愛くないですけどね。そして、家計資産の二つ目。非金融資産は大きく三種類に分類できます。一つ目、実物資産。不動産や自動車や家具などですね。それから二つ目は無形資産。特許権や SNS アカウントなど。三つ目が人的資産。自分が働いて稼ぐ力や人脈などのことです。 これらの資産の特徴は市場性がやや高いからほぼない価値はメンテナンスしないと低下していく維持コストがかかるっていった感じです以上の金融資産と非金融資産の特徴を一覧にまとめるとこの通りですこちらですねこんな感じですこれらの特徴を頭に入れつつ各資産をピックアップしていきましょう資産の洗い出し行きましょうまずは金融資産ですまずは金融資産のうちいつでも自由に現金化できるものから見ていきましょう全体像はこんな感じですこちらですね 現金、預金、有価証券、金券の類、順番に見ていきましょう。まず一つ目は現金です。現金は金融資産の王様、キングですね。キャッシュイズキングって呼ばれたり、株式投資家に現金はゴミって言われたり、王様なのかゴミなのか、扱いがコロコロ変わる資産でもあります。皆さんご存知の通り、現金には硬貨と紙幣があります。財布の中身、貯金箱、へそくり等、家の中にあるお金をすべてきっちり数え上げましょう。 なお、少数派だと思いますが、外貨を持っている方はそちらもカウントしてください。旅行で使った通貨がそのまま残っていたりするケースがありますからね。円に換算する場合は直近のレートで換算すれば OK です。為替レートはドル、レートなどで検索すれば簡単に調べられます。二つ目は、預金です。普通預金、定期預金。で、ここで言う定期預金というのは、1年以内に満期を迎えるもののことですね。 銀行ごと、家族の口座名義ごとにしっかり網羅してください。どこの銀行に口座があるかしっかり整理しておくことは、もしもの時の相続対策にもなります。三つ目は、有価証券です。取引銀行、証券会社の口座にアクセスすれば、株式、債券、投資信託、何をいくら持っているかすぐに把握できるはずです。資産運用が大好きな人は、言われるまでもなく、毎日確認しているでしょう。最後四つ目、つい忘れがちなのが、金券の類です。商品券、クオカード、ポイント。楽天ポイントはもはや通貨ですね。 こんな細かいの数えたくないよーって人の方が多いと思いますが、今回はお金の勉強だと思って、ぜひ数えてください。何が資産で、その資産にはどんな特徴があるのか、体で理解することが重要です。次は金融資産のうち、すぐに現金化するのが難しいものを見てみましょう。全体像はこんな感じです。こちらですね。満期のある預金、債券、保険証券、いでこや公的年金、企業年金などの年金資産、退職金、自社株、順番に見ていきましょう。まず一つ目は、満期のある預金、債券です。 定期預金。こちらの定期預金は1年以上先に満期を迎えるものですね。それから満期のある国債、社債。1年以上先に満期を迎えるものなどですね。すぐに売却できなかったり、売却しようとすると損が出たりするので、すぐに現金化できないものとしてカウントしています。財形貯蓄をしている人はここでカウントしておきましょう。二つ目は保険証券です。こちらは貯蓄性のある保険が対象で、要は解約返礼金のあるものです。現時点の解約返礼金がいくらか知りたい場合は、保険契約時の解約返礼金の推奨を見る。 担当の営業マンに連絡するっていった感じで確認すれば OK です。3つ目は年金資産です。年金資産っていうのは、例えば次のものを指します。ideco、証券会社等のサイトで残高確認できます。公的年金、年金定期便のはがきや年金ネットで残高を確認できます。企業年金、会社の就業規則、給与規則などをもとに残高を推計可能です。もし分からなければ、会社の人事部担当者に確認してください。年金資産は皆さんの老後を支える貴重な資産ですが、基本的に老後にならないと使えません。 太い鎖で繋がれたお金って言いますね。四つ目は退職金です。退職金がある人は今辞めたとしたらいくらもらえるかをしっかり把握してください。金額の確認方法としては会社の規則を見るか人事部問い合わせで OK です。人事部の人におこいつ辞めんのかって勘ぐられたくない人はライオン系 YouTuber に調べろって言われただけなので安心してくださいって言えば全く問題ありません。知らんけどっていうね。最後五つ目は自社株です。 大企業に勤務していて、従業員持ち株会に加入している人は、自社株の評価額を確認しておきましょう。持ち株数は会社が発行する明細書。最新の株価はググれば簡単に調べられます。意外に忘れがちなので、必ずカウントするようにしましょう。資産の洗い出し。お次は実物資産です。全体像はざっくりこんな感じです。こちらですね。不動産、耐久消費財、貴金属、貴金属類やその他の実物資産。順番に見ていきましょう。まず一つ目は不動産です。実物資産の王様は不動産です。 マイホーム、賃貸用不動産。こういったものを所有している人は、時価を調べましょう。時価を調べるときは、不動産会社に査定を出して聞いてみる。近隣で売りに出されている類似物件の価格を元に推計する。っていった感じで OK です。不動産会社3社ぐらいに査定を出して、その平均額を取ると適正価格付近になります。マイホームを売る予定などないっていう考えで、時価を把握しようとしない人がいますが、それはアウトです。多くの家庭において、マイホームは最も価値の大きな資産です。 これの時価を把握することなく、正しい家計状況を把握することはできません。こちらの過去動画も見つつ、少なくとも3年から5年に一度は価格を把握しましょう。住宅ローンの関西予定年齢がやばい。ローン破産しない対策を解説。この動画ですね。2つ目は、耐久消費財です。耐久消費財というのは、自動車、家具、家電、バッグなどを指します。生活の質を上げるために有用ですが、基本的に時間が経てば経つほど価値は低下していきます。しかし低下するとはいえ、それなりの価値が残ることも事実です。 自動車は査定業者を通じて、家具、家電、バッグ等は中古買取業者のサイトやメルカリなどを通じてざっくり把握してみましょう。学長どうせ誰にも売らないんだからいいじゃんこう感じる人もいるかもしれませんが、こうやって把握すると、うわぁこんなに資産価値がないものばっかり買ってたのかって気づくきっかけになったりもします。とはいえ、そんなもの全部調べてられるかっていうごもっともな感想を抱いた人は、1万円以上で売れるものだけカウントしようっていう感じで何かしらの基準を設けても OK です。 プロの FP に家計コンサルを受けても、そんな感じのアドバイスを受けるはずです。最後3つ目は、貴金属、宝石類とその他の実物資産についてです。ダイヤモンド、ルビーといった宝石、宝飾品、ゴールド、シルバーといった貴金属、諸賀骨董品、ブランド時計などを指します。こちらも買取業者のサイトや店舗などで価値を把握できるはずです。勘の言い,い方は、今日の動画の説明が進めば進むほど、市場価格を把握しにくくなっていることに気づくでしょう。買い手を見つけるのが難しかったり、買い手によって買い取り価格が違っていたり、 これが金融資産と比べて市場性が低いってことの意味です。価値が見えにくいだけに、いつの間にか資産価値のないものばっかり買ってたってことになりやすいので注意が必要です。以上を見てきたように、金融資産、実物資産、この2つを洗い出せば、資産の洗い出しはほぼ完了です。ここから先はちょっと上級編ってことで、無形資産と人的資産、この2つを紹介します。へえー、そんなものがあるんだなーっていう感じで聞いてもらえたら OK です。1つ目は無形資産です。一覧で見るとこんな感じですね。こちらです。 これらのものにも実際に市場価格がつきます。え特許権はまだしも SN、SNS アカウントとかブログって売れるのこう感じる人もいるかもしれませんが、売れます。SNS アカウントではフォロワー数やインプレッション数に応じて、ウェブサイトの売買サイトでは毎月の利益の6ヶ月分から24ヶ月分っていった感じで価格がつきます。興味がある人はどんなものがいくらで売りに出されているか、売買サイトを眺めてみるのも面白いと思います。 なお、最近流行りの仮想通貨、暗号通貨もここに分類されます。で、これを聞くと、えあれは通貨でしょ金融資産じゃないのって意見もあると思いますが、今のところアメリカなどでは、対応年数を確定できない無形資産ってい扱いになっているようです。 この辺はまだまだ議論のあるところでいろいろな考え方がありますね。仮想通貨と仮想通貨ブログの両方に投資をして送り人を達成した人がいますが、そういう人は無形資産への投資に関して特別優れた力があったということです。目に見えるものだけが資産ではないっていう恒例ですね。二つ目は人的資産です。一覧で見るとこんな感じですね。こちらです。いわゆる働いて稼ぐ力です。人的資本については詳しくはこちらの動画を見てください。中学生にも教えたい。人的資本とは何か 親が子供に会社員や公務員を勧める理由、この動画ですね。人的資産は多くの人にとって最大の資産です。サラリーマンの障害賃金はざっくり2億円から3億円ですから、その大きさがわかるでしょう。また、人的資産の中には、いわゆる人脈的なものも含まれます。人と人とのつながりの中から生まれる金銭的価値ですね。親から教育資金や住宅費を贈与してもらえそう。祖父母から相続財産が入りそう。こういうものを見込み財産としてカウントしている人もいるかもしれません。 なお、無形資産や人的資産は目に見えないし、価格、価値を把握しにくいっていう理由で軽視される傾向にあります。またこれらの資産は仮に市場価格を把握できたとしても、基本的に財産リストに載せないルールになっています。将来本当にそれだけの金銭的価値が得られるか、まだ不確定だからです。そんなこんなで日本で発売されているマネー本では、無形資産、人的資産の重要性を解くものはあまり多くないのが現状ですね。 でも、無形資産、人的資産にどう投資して価値を高めるかは、お金持ちを目指す上では非常に重要です。目に見えないだけで有料な投資先はいくらでもあるからです。皆さんの無形資産、人的資産を高めるためのアドバイスをしていくっていうのも、このチャンネルの重要な役割だと思っています。どこにどう投資していくべきか、どうやってメンテナンスしていくべきか、この点については引き続きコンテンツを作っていくので、楽しみにしていてください。次、おうちの負債、総点検行きましょう。ここまで来たら、あとはもう一踏ん張りです。 負債の洗い出しが終われば、皆さんの家計状況がくっきり見えるようになります。負債の分類、負債の洗い出し、順番に見ていきましょう。まず、負債の分類ですね。まず、負債は大きく2種類に分けることができます。短期間で返済していくものと、長期間で返済していくものです。資産と比べると分類方法がとてもシンプルですね。早く返すか、ゆっくり返すかだけの違いです。短期間で返済していく負債というのは、おおむね1年以内に返済予定のものです。例えばこういうものです。クレジットカード債務、後払いサービスでの債務、 消費者金融でのキャッシング、飲み屋、居酒屋での付け、家族、友人からの借金などですね。一方、長期間で返済していく負債は、1年以上かけて返済していくものです。例えばこういうものです。住宅ローン、奨学金、教育ローン、カーローンなどですね。では、実際に負債の金額を一つ一つチェックしていきましょう。次、負債の洗い出しいきましょう。まずは短期間で返済していくものから見ていきましょう。短期で返済するものとは、クレジットカード債務、後払いサービスでの債務、 飲み屋、居酒屋での付け屋、家族、友人からの借金です。順番に見ていきましょう。まず一つ目はクレジットカード債務です。自分や家族の使っているクレジットカード全てを書き出して、一つ一つアプリやサイトでご利用明細紹介を確認していきましょう。支払額と支払い日が確定しているもの、先月使用分など、支払額や支払い日が未確定の請求予定の明細、直近使用分など、全て合計してください。 全部集計してみると、自分のクレジットカード債務が184,397円みたいな感じで、はっきりと把握できるはずです。で、これを聞いてたまにいらっしゃるんですけど、クレジットカードは借金じゃねえっていう信念を持っている人は放置してみましょう。ブラックリストに載ったり、怖い人から取り立てを受けることになります。クレジットカードの債務は誰が何と言っても借金です。だから本当に放置しちゃダメですよ。二つ目は後払いサービスでの債務です。最近話題の BNPL サービス。 バイナウペイレーターの未払い残高ですね。メルペイスマート払い、ゾゾタウンの付け払いみたいなやつです。サービスの名称がスタイリッシュなので借金に見えないですが、これも劣気とした借金です。俺はすぐ返済するから大丈夫こう思ってる人もいると思いますが、その一方でそうじゃない人がたくさんいます。すぐに返済しない人たちが払ってくれる多額の利息が後払いサービスの成立に貢献しているんだってことを忘れずにいてください。回し車の中を走り続けて永遠に利息を払うラットになってはいけません。 消費者金融からのキャッシングなどがある人は、専用サイトや借り入れ明細書などでしっかり数字を把握しましょう。一般に金利が高く、真っ先に返済すべきタイプの借金です。最後三つ目は、飲み屋、居酒屋での付けや、家族、友人からの借金です。あ、財布忘れてきちゃった。ごめん、付けといてっていう飲食費。友人にちょっと立て替えてもらった食事代や旅行代。家族や親戚に頼み込んで借りた緊急のお金っていった感じで、様々なケースがあります。近い人間関係であればあるほど、詳細が曖昧になってしまいがちです。 借りたのか、もらったのか、いつ返すのか、いくら返すのか、これを機にしっかり確認しておきましょう。貸した方ははっきり覚えているのに、借りた方が覚えていないのがこの手の借金です。ちなみに僕の兄には今まで幾度となくお金を貸してるんですけど、返ってきた試しがありません。まだ返せていないだけなのか、もらったつもりでいるのか、それとも会いたくて震えてるみたいに、返したくて震えてるのかなって、そう思ったりしてるんですけど、困った兄ですね。次は長期間で返済していくものを見ていきましょう。 長期で返済するものとは、住宅ローン、奨学金や教育ローン、カーローン、順番に見ていきましょう。まず一つ目は、住宅ローンです。一般に家計の中で最も大きな借金です。銀行から送られてくる借入金の残高明細書や、学長おすすめの家計アプリ、マネーフォワードで銀行口座と連携することで、正確な残高を把握できます。突然ですが、住宅ローンを組んでいる方に質問です。今、住宅ローンの残高はいくらですかどうですか皆さん、すぐパッと答えられますか マネーリテラシーの高い人は、すぐに確認できる状態にしてあるか、誤差数パーセントでパッと答えられるものです。なんとなくしか把握してない人は、これを機に、ぜひ確認してみてください。二つ目は、奨学金や教育ローンです。学費のための借り入れですね。奨学金は教育を受ける学生本人が借りて、学生本人が返済するものです。教育ローンは教育を受ける学生の保護者が借りて、保護者が返済するものです。奨学金に関しては、スカラネット。奨学金に関する情報をネット上で閲覧できるサービス。 日本学生支援機構に電話で問い合わせる。奨学金返還証明書を発行してもらうといった方法で確認可能です。最後3つ目はカーローンです。日本自動車セールス満足度調査によれば新車購入時の現金払いは6割程度。カーローンを組んでる人は少なくないようです。こちらも忘れずにカウントしておきましょう。いろいろと見てきましたが、負債の残高を調べたければ定期的に郵送されてくる返済履歴表や残高明細表を見る。借入れ先に電話で問い合わせる。借入れ先の Web サービスやアプリを使う。 家計簿アプリと連携してみるっていう方法を取ることになります。手元に紙がないからわからんって諦めなくても必ず確認できるのでご安心ください。以上で晴れて負債の一覧表の完成です。人間嫌なものは見たくないっていうのは当たり前の心理です。預金残高を定期的に確認することはあっても負債残高を定期的に確認する人は少ないです。だからこそ多くの人がここでつまずいてしまうんですね。他の人と差がつくのは嫌なものを直視できるかっていうところだったりします。結構ここ大切なとこですよ。 これを直視できれば人生を変える大きなチャンスになります。ぜひ丁寧に洗い出して把握してください。以上で資産と負債の洗い出しは完了です。すべてを洗い出すと家計の純資産が浮き彫りになります。純資産というのは資産と負債の差額のことですね。純資産をできる限り効率的に増やしていくのが家計管理の目的です。 日本では純資産が1億円以上あるとお金持ちとみなされる傾向にあるようです。年収は関係ないので、年収よりも純資産の方が大切だっていうことですね。資産、負債を整理すれば、純資産の拡大戦略を考えていくことができます。どの資産を増やすのがいいか、そのためにはどの負債から減らしていこうか、そのためにはっていう感じですね。ここを考えられるようになったら、お金持ちになるのは実は時間の問題です。純資産を把握せずに資産形成戦略を考えるっていうのは、 地図を持たず、目的地も持たず、闇雲に旅に出るようなものです。運良く夢の楽園にたどり着けるとは思わない方がいいでしょう。ぜひ今日の話を参考にして、今の立ち位置を確認してもらえたらなと思います。まとめいきましょう。現状の資産と負債を正しく把握して、お金持ちへの道を進んでいこう。最後に今日の動画のまとめです。今日の動画では、お家の資産総点検、おうちの負債総点検、この2点について一緒に取り組みました。すべての洗い出しが完了すると、次のような表を作れるようになります。 これです。こんな感じの表です。この表を作れば、資産、負債のバランスもわかるし、強み、弱みも分析できるし、今後の資産形成戦略も考えられるし、この表をもとにプロのアドバイスを受けることもできます。これがないと、プロのアドバイスの一発目はこうなります。まず、資産、負債を把握してください。冒頭で説明したように、資産、負債をきっちり把握するというのは、お金持ちになるための最初のステップでもあり、お金持ちで居続けるための重要なステップでもあります。何が資産で何が負債なのか、それぞれどんな特徴があるのか、 これを知ることが全ての土台というわけですね。ぜひ今日この日に正確な純資産を把握してみてください。以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。お金がたまる思考法を身につけるために、リベダイの書籍がおすすめです。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。お金にまつわりつつの力を鍛える場ですね。リベダイ生同士でコミュニケーションがとれます。家計管理についてのやりとりもかなり活発なので、興味のある方、この動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。 孫子の言葉に、彼を知り、己を知れば百戦危うからずって言葉があります。情報が溢れてる時代、いくら精度の高い価値ある情報を集めることができても、己を知るってことができていなければ、いい結果は出づらいですね。ぜひ自分のことをよく知るためにも、今日の動画の内容を実践してみてくださいね。ということで、これからもしっかり学んで行動して、自由の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日も、ありがとうございました。まずは自分の状況を把握するのが大事。それでは今日もい、い一日を